石井愛音です。福岡県出身の17歳です。まずそもそもアイドルになりたくて、もうその時本当は中学3年生の時にHKT48 6期生のオーディションを受けようと思ってたんですけど、その時は親に反対されて、高校受験に精一杯頑張って、今年の自分の誕生日の日に募集が開始されて、私はその時高校2年生だったので、進路いろいろ、この先の進路、高校卒業の進路を考えるって時に、そのちっちゃい頃からの夢をまだ諦めきれてなかったので、お母さんに頼んで最初で最後のチャンスで受けさせてもらいました。本当に自信がなかったんですよ。挑戦だと思って思い出作りに受けて、まさか受かると思ってなくて、だから心の準備とかも全然できてなくて、もう5月9日にお披露目ライブをするっていうのがまだ実感できてなくて、でもこれからグループを引っ張っていけたらいいなって思ってます。自分が憧れた渡辺麻友さんみたいに、自分も他の人に憧れられるようなキラキラしたアイドルになりたいです。周りの人から憧れられるキラキラもあるし、歌もダンスもできて愛嬌があって、みんなを虜にできるようなアイドルになりたいです。合宿の後に江浦優香ちゃんと石川亜美優ちゃんと仲良くなって、学年が全然私だけ違うんですけど、その2人とか、あと風花ちゃんと結構話したりしてます。やっぱり中学生が多いってことは、やっぱ負けてられないやっぱり自分が年上だし、やっぱ生きてる時間が長い分、その自分よりも若い子に負けてられないし、自分が引っ張る側になりたいです。何も経験したことない私なんですけど、これからいろいろな経験を得て成長していきたいので、私のこれからのアイドル活動をぜひ応援してください。お願いします。